9月16日土曜日の開運メッセージです。さあ今日のワンポイントメッセージはこちら、方向性です。方向性、漠然とでもいいので10年後どうなっていたいかちょっとイメージしてみてください。考えてみてください。そこの方向性、イメージができるとそこの方向性に行くものですから行きやすいです。まあまずは10年後の自分っていうのを今日はちょっと考えてみてください。それではまた。